お、なんや、なんかアニメーションから始まってんぞ。海やな。今からワンピースの映画でも始まるんかってぐらい海やな。お、なんか鰹節浮いとる。あ、リンクだよね、これ。絵柄どうしたん、お前。絵柄バグってるやん。あ、そう、公開中なんかな、これ。あれ？リンクさん、こんな顔でしたっけ？あ、顔にゴマついてる。スイカの種か。これがゼルダ姫かな？違うかな？あ、コナンかな、これ。二頭身になる魔法かけられちゃったよ。すごいね、奥とか、ほら、ジオラマみたい。なんかモチーフがジオラマらしいよ。はい、挨拶させてくれへんかな。タイトルロゴ出んの待ってるんやけど。わー、すごい、ジオラマを本当にカメラで撮ってるみたいね。あー、雲の方上行って、あー、すごーい。ヨッシー？ゼルダの伝説、夢を見る島。はい、と言いますことで、どうも皆さん、初めましての方は初めまして、どうも、オカリンと申します。今回は本日発売のこのゼルダの伝説、スイッチバージョンをやっていきたいと思いますね。今回これはリメイクバージョンらしいですね。まあ私は初めましてということで、初めからやっていきたいと思います。辛口モード、ノーマルモード。受けるダメージが通常の2倍になり、ハートが一切出てこない。まあどうせやるんでしたら、じゃあ今回辛口モードでいかしてもらえますか。はい。名前ですか。はい、じゃあオカリンクでいきます。もうこのためにつけられた名前のようなもんですね、オカリンはね。いや、どんな冒険が待ち受けてるんでしょう。あ、これはこの女の子の家かな。なんかピンポン玉ついてるよ、右のおじさん鼻に。あ、気づいたのね、よかった。もうダメかと思った。怖い夢を見てみたいってあれでひどくうなされてたよ。大丈夫か、出だしがまずいよ、オカリン。え、ゼルダ違うわ、私はマリン。意識がはっきりしていないのね。あ、ゼルダじゃないんや、これマリンさんですって。ここはコホリント島よ。うん、なるほど。あ、もう動きます。あ、動ける。これあれやな、8方向にしか動けない。自由に動けないね。ちょっとそれ昔っぽい。あ、オカリンク起きただか。俺はタリン。気分はどうだ。タリンとマリンね。どうして名前がわかるのか不思議だってか。盾の裏に書いてある名前を見ただよ。ほら、この盾だ。あ、早速盾が戻ってきた。 R をしている間敵を弾けるよ。はい。あ、すごい。あ、いろんな方向行きますね。 OK。 君は道に沿って南に歩けばあなたが流れ着いた浜辺よ。ただあなたが島に来てから怪物たちがこの辺りにもうろうろするようになったの。気をつけて行ってね。あ、わかりました。いや、でもしかし私まだ剣持ってないですから。あら、すごい。これジオラマね、本当に。ここコッコさんいるわ。あ、持つやって。あー、懐かしい。これこれどこ持っていこう。あ、キツネとかいるやん。ポケモンバトルするんちゃう。これ俺の鶏とポケモンバトルしようぜ。ん、ちゃうか。どうじゃ、クソガキ。兄ちゃん、セーブしたいときはシステム画面でセーブだよ。プラスでアイテム画面開いた後、はい、わかりました。こうですかね。これか。オッケーオッケー。とりあえずセーブしておきましょう。あ、すごい、ワンワンとかいらっしゃるじゃないの。これダメージ食らうの。あ、食らわへんわ。味方や。すごい、ワンワンがついに味方になってね。ここ入ってみる？ん、あ、中にもちっちゃいワンワンいる。これ持つやって。何持つの？あ、壺か。あ、持てない。へぇ。うちのワンワンは、毛並みが自慢だますのよ。うん、毛あらへんな。あ、お前足どうしたん？キャタピラみたいになってるやん。あ、ちゃうわ、足乗ってんのか。なんていうか、電話してくれ。外からな。ウルリじいさんはとても無口な人のようです。外から電話せなあかんのか。電話っていうアイテムあんのか。いや、ここはここなんかダンジョンっぽいけど。あ、電話やまさかの。何これ。これ公衆電話、この世界の。ブル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 ガチャ。ハロー、ウルリラじいさんじゃ。島のことならわしに、ま、お任せ。おいで、陰キャかよ、お前。電話越しでしか喋られんのか。迷ったら私に電話してください。どうぞよろしく。村には図書館がある。どうしていいかわからんときは、そこでいろいろ調べてみるというかろう。確か南に行けって言ってたよな。どっから南に行くの俺これ。南の道が、あ、これ、こっちか。あ、こっち南行けるね。あ、何してんのこれ。
ハートがなくなりそうな時は大きな妖精のところに行くといいんだって。うん、なるほど。こっちの下はトロンボ海岸、この先ですね。あ、戻れへん、これ右からしか戻れへん。あー、いたいた、このタコね、これ。うわ、すごい。おー、すごい、口からうんこ吐きよる、こいつ。入り口と出口が一緒や。コンビニエンスストアか言うて、うん、全くうまくない。何でも一緒やしな、大体。自分の家でも入り口と出口一緒やし。で、黒田段階で俺ハートが回復できひんねやろ、これハードモードやから。それ結構きついね。あ、ゴールドいるやん、すごい。ウニ注意、素手で触らないように。なんかこのゼルダにはね、マリオのキャラクターもいっぱい出てくるらしいですから、マリオメーカーファンの皆さんもぜひ楽しみにね。よいしょ、あ、いた。おお、お前3回しか食らえへんねんぞ俺。え、どっから行ったらいいのこれ。お、危な、右行けへんかったね。で、これ持てへんねん、これ。ほら、非力やねん、うちの。あ、なんか落とし穴ある。何これ、入れんのこれ。え、死んだで、なんなんこれ。あ、こっからスタートやって、優しいね。で、落とし穴を回避して右の方に行きましょうかね。よいしょ、しっかり盾も使ってと。ほい、遠回りすればいけるんでしょうか。よいしょよいしょ。あ、なんか海岸っぽいとこ来た。お、なにこれ、謎解きやん。鍵とかないんやけど俺。テールの鍵やな。なんかちゃうとこ来たな。おい、早速積んだぞ。どないしたやねんこれ、進むとこないん。ん、これか。あるやんけお前。普通にあるやんけ。どないしてん。お、すごい、あのスイッチとか押したら止まりそう。うわ、リオさんおるんやけど。え、ここまで行けへんで。ちょ、こんでいい、こんでいい、こんでいい。これとか持てへんの、持てへんよ。危な。え、このゴールドどないしたらいいこれ。あ、あ、押せる。あ、ほら、ほら。押せるんや、このゴールド。あ、剣や。これお前のじゃないの。あ、袋出てったぞ。ほっほー。坊やがその剣の主か。なるほどなるほど。魔物どもが暴れ出すわけじゃ。風の魚の目覚めを告げる死者が現れたのじゃからな。風の魚を起こさねばその死者は島から出られぬとか。うん、村の北にある不思議の森まで来るがよい。待っておるぞ。風の魚、ラストが魚ってことか。この島に眠る何か神的な存在なのかもしれない。なくした剣を手に入れた、名前入りだから間違いない。これで敵を攻撃できるぞ。 B で振り回そう。おお、やっと剣手に入ったね。おい、回転切りも最初からできると。ちょ、試し切りします。おい、お、一発で倒されない。よーし、あ、 BGM もかかりましたね。よーし、早速行くか。お、なんだこいつ、なんだこいつ、敵かお前。敵や。1ルピー手に入れた、やったね。あ、宝箱ある、開けていこう。あ、これあれか、これもう正面からじゃないと開けられんのか。うん、優柔機関やつやな。これはこっちも行けへんっぽいね。こっちから回れるけど海には入れへんな。海には入れへんわ。よし、これで北に行けって言われてないけど、こっちか。不思議の森、あ、ここですね、この奥や。行ってみよう。お、雰囲気がガラッと変わったよ。おい、ここどこや。ほうほう、不思議の森にようこそ。目覚めを告げし勇者殿。この島はコホリントという地図には決して乗らぬ島じゃ。地図には決して乗らぬ島。坊やの世界と地と違う断りで成り立っておる。島から出るのは無理じゃの。コホリント島を治める神、風の魚が眠る限り外への道を開かれる。ところで村の南のテールのホラー穴は見たか。この森にある鍵を持ってホラー穴に行くがよい。風の魚は見ておるぞ。ほっほう。あー、行きましたね。確か鍵がなくて行けなかった。ここで鍵を取るのか。オッケー。敵は、あ、いるね、スライムや。あ、なこれ、かわいい。すごいかわいい。ペットにしたいな。これは、お、強いんじゃないの。2発か、なるほどね。謎解きとかあんのかな。これは、な、ここ怪しいねんけど。これちゃう、これちゃうな。タヌキとかいる。これ敵、あ、敵ちゃうやん、味方やん。いたずらたぬきだ。粉っぽいものが嫌いだよ。粉。あ、不思議な森でポンポコポコリン迷うだべ。あ、なんか変わったか。あ、妖精いる。
すごい、なんかリアル。傷と疲れを癒しましょう。目を閉じて。あ、ありがてえ。多分これでしか回復する手段がないんやろ、俺は。多分。まあ、今後何かアイテムがあるのかもしれないけど。敵を倒してハートとか手に入れられへんからかなりきついんじゃないか。あ、何かある。おお、分裂すんのか。で、こっちを行けないと。多分この岩を穴に落とすんやろうな。あ、何これ。守りの木の実を手に入れた。敵からのダメージを半減する。あ、すごい。一定時間みたいな感じ。すごい、スター状態。あ、こいつ懐かしいな。ビリビリスライム、おったおった。あ、なんかダンジョンある。え、いきなり入っていいの、こんなダンジョン。え、めっちゃ強そうなんやけど。ダンジョンちゃうし。お前趣味悪い部屋してんな。何しとんねん、ここで。とろりとろり、森のキノコで魔法の粉。あ、これじゃないの、粉って。ここで粉をもらうんじゃない。キノコか。キノコ持ってこいって言ってんのか。どっかキノコ生えてたかな。あ、これか。あ、キノコちゃうんか、これ。いや、でもね、多分あそこ森も抜けちゃってるから、多分まだ違うどっかにあるんやわ。この下とか行ってないやん。だって行ってみよう。おい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 、おい、これは。ひび割り床に注意、重たい人は乗らないように。おう、これは何があんの。あ、これダンジョン。あ、ダンジョンやねんけど。ちょっと待ってや、急に始まるやん。ちょ、攻略する。おいって、あ、そういうこと。あ、なるほどね。ここに乗っちゃダメなんだ。え、どうしたらいいの。これ先進めへんで俺。これもだって、なんかかぼちゃ生えてるし、でっかい。開けられへんねんけど。いった、あ、ちょっとやったらいけんのか。あ、ちょっとやったらいけるんや。なるほど、じゃあこう、こないしたらいけると。いや、でも取れへんねんな、結局。何かグローブ的なものが必要やと思うんやけど。よいしょ。おわ、ちょっと待って、でも進めへんやん。え、押せるれんけ、お前、おい。何やねん、しれっと。え、じゃあ今までのやつも押せたってこと。さっき言うてや、リンクさん。いや、こうちゃうの。いけるやん。びっくりだ。お、紫。50ルピー。あ、いいね。買い物できるんじゃない？よし、じゃあこの調子で進んでいこう。うわー、これ難しいよ、きっと。あれはね、ハートの器で多分、あれよ。なんか体力の増減値が上がんの。で、このドクロどうなんこれ。壊せんの？それが問題ないけど。な、無理や。いや、これ持ち上げる術がないと多分無理やな、一回じゃ。で、上からしか行けへんわけやん。でもこれ上げた時点で終わるから多分無理やな。この先で何かもらえると思うんやけど。あ、キノコあるやん。これちゃうの、これ。取る、取った。グミみたいなキノコや。芳醇な香りが鼻の奥に広がる。オッケー。あ、もうこれはキノコしかないね、ここ。ここ行けへんやろ？で、戻りますか、とりあえず。お前、どこで剣の使い方習うてきてん、それ。下手くそすぎるやろ。あー、なんかくっついた、なんかくっついた。何これ、なんかくっつくんやけど。え、力のかけら。お、いいね。おい、キノコ持ってったぞ。これなんか作ってくれや。うん、3秒でいいもん作ってやろう。あー、すごい。あー、すごい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 。おー。あ、なんかできた。出来上がりじゃ。回数に気をつけて使えよ。まずはこの部屋のどこかに振りかけてごらん。おう。魔法の粉を手に入れた。オッケー。20回か。多分これじゃない。あ、これ火ついた。それでいい。敵の中にも変化する奴がいるかもしれん。なくなったら森でキノコを取ってくるがいい。で、あれか。敵が、タヌキに化けてるかもしれへんってこと？ということは、これとか。おい。お、何？目でかなった。すげえ。で、この豚の中から、あいつを探さなあかんのか。え、かなり大変じゃない？ 20 個で足りるかな？あ？あれ、お前おったっけ、さっきから。おれ。あ、おるんか、最初から。なんや。てっきり化けてるんかもだわ。おお、ピンボール、ピンボール。あ、すごいすごい。あ、はまってしまった、はまってしまった。ん？お前ピンポン玉じゃん。
お前、タリンピンポン玉やんけ、お前。何しとんねん。タヌキになって目を見てただ。何をやったか覚えてねえだが、なんだか楽しかっただよ。ああ、何しとんの？あ、お家帰るんや。あ、これでこの先に行ける。終わった。これは？あ、鍵や。オッケー。テルの扉行きますか。あ？袋か？ほう。その鍵を持って村の南のホラー穴に行くがよい。その奥に眠る楽器を見つけ出してみよう。楽器？一つ目のアイテムが楽器？爆弾じゃないんや。よし、じゃあ戻りますか。これ、この中って何かあんのかな？一応入れるんやけど。あ、ハートのツアーある。ラッキー。はい、と言いますことでやってまいりましたと。開きましょう。開け、ごま。わーお、2本だけ。6本開くんかもだ。あ、来ました。皆さん聞きました？ディ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 ンってこの。エバラのごまだれ。わーお。これ弓いるんじゃないの？撃つんじゃないのこれ目。違うのか？あー、なるほど。おお、こういう感じか。一つ一つエリアがあるみたいな。これ目とちゃうの？マリオの。お、すごい。あ、教えた。あ、かわいそうに。これスイッチ？ま、スイッチや。え？謎解きじゃねえ。これは何や？多分ルピーかな、これは。あ、鍵や。マジか。小さな鍵を手に入れた。よし。ん？おお、びっくりした。これ、ちょっと待って。その奥の扉ってさ、なんなん？これ鍵なん、これ。あ、全部倒せば開く的な？おい。あとコウモリ。おい。おい。これで、あ、宝箱か。これはマップ、地図を見つけた。わあ、広いなあ。とりあえず行き止まりの方から潰していきますか。あ、なに、え、行ってまうのこれ。ちょっと待って、行ってまうの？行ってもうてんけど、ちょ、左のさ、ここ埋めとかへん、とりあえず。変えられへん。嘘やん、マジかよ。あ、なにこれ。あ、力泣かしちゃう、力のかけらか。オッケー。一応右も行けんのよな。おお、なにこれ。なんかおるぞ。宝箱開けたいな。はい。あ、鍵や。え、すごい鍵いっぱいあるんやけど。マップ的に右行ったら、もうこう、奥行ってまうのよな。で、ここは多分違う階層で、ここもまた違う階層。いや、これ繋がってんのか。なるほど。いっぱい鍵あるね。じゃ、とりあえず左から潰していこうかな。この下とか。うん、この下は単純にトラップでしたね。あ、これあれじゃん。こう来るやつじゃん。とりあえず上行ってみるか。上多分関係ないところやから。こっちから潰していきます。よいしょ。おー？なんかフクロウの置物があるぞ。これよな。これ、敵倒さないと開かへん扉なんよ。これは？くちばしのない石像が何か言っている。聞き取れない。くちばし探してこいってか。危ない危ない。オッケー、じゃあちょっと上の方行ってみよう。この右が多分一番でかいから、それ後回しにするわ。うわ、これ、こいつ、うわ、こいつ厄介やな。落ちろ。あ？落ちけへんのか。ってことでもう一方通行やな。その右行くしかないわ。開けごまー。おー、こっちもなんか行けなさそうだが、落ちた。おー、ちょっと待って。上行けんのか。あ、上行ける。何これ。ん？マーク揃えるってか。ここ、オッケー。ハートの次。オッケー、倒した。ここにもくちばしのないやつおるな。これ多分くちばしちゃうかな。あ、くちばしや、やっぱり。オッケー。とりあえず入れてみよう。トゲ鋭きもの、縦にて弾き飛ばすべし。あ、弾き飛ばせるんや、あれ。多分こいつのことやろ。ほら、弾き飛ばせへんけ、お前。俺が弾き飛ばされるへんけ。嘘つきよったな、あいつ。オッケー、お前は？道閉ざされし部屋の扉、四角のブロックを動かすべし。これか。動いた。なるほどな。同じ形にすればいいんだ。ん？あ、こいつか。縦で弾き、うわ、飛べ、飛べ、オッケー。
そういうことか。オッケー。よいしょい。お、一瞬や。お、お、地下の階段。なるほど。同じこと言ってるね。よし、じゃあ地下行きます。お、なんか変わったぞお前。急に 2D になりよった。クリボーや。すげえ。眉毛がいつもよりたくましい。お、縦振りになってる。お、面白い面白い。コラボレーションや。よいしょ。ジャンプができんからね、どうしても下から行くことになっちゃう。 OK、 これはでかい。あと一発で死んじゃうからな俺。これは、これ左か。なるほど。ここに宝箱があるから、これは重要なアイテムなんじゃない。ほい、オープン。なにこれ、ロック鳥の羽。なんだか体が軽くなる。へー、おー危ない。どうしたいのこれ。これアイテム Y。 あ、すごい、ジャンプできるようになった。これで飛び越えろってことか。いや、これあれやろ、この奥に行けるようになったと。ほい、オッケー。あ、なんやこいつ。うわ、ジャンプでかわさなかれちゃう。ほんで殴る。うー、ちょっと待って。おう、こっち来んのか。オッケー、うらうまいわ。ほら、もう一回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 、いけいけ、よしよし、いけるいける。おいほい、ほら、もう一回もう一回もう一回。おう、もう終わった。はえ、死に方めっちゃ派手。あ、これ変えるとこちゃうの。じゃ、さっき奥行かなあかんやろこれ。うわ、危な。地下にも行ける。あ、これボスちゃうんか。この鍵がボスっぽいな、なんか。ごついぞ。うーわ、なんかグロテスクなやつおるわ。押してくるんじゃん、これ。え、ちゃうの？なんなんこいつ。え、何もできんねんけど。え？あ、ちゃうか。なんかこっち向いたような気がした。ん？これか？これ入り口戻るんちゃうんか？ほら。こっちか。左行ってなかったな、そういえば。え、でもこんなすぐ、ボスの鍵手に入るか？さすがにな。あ、なんかあるわ。あ、コンパス。ボスと宝の場所がわかるぞ。あ、宝の位置が全部わかるようになってますね。あ、こことかも乗り越えられるようになってるし、この宝に多分小さい鍵が入ってるのかな？ちょっと見に行こう。あ？あ、なんか出た。全部倒せばよかったんか。あ、なるほどね。オッケーオッケー。これ多分鍵でしょ。え？違うの？あ？ここあんのか？ちょ、それが何が気になんねん、これ。これ敵乗ったら関係ない？関係ないか。ほら、お前どけろ、どけろ。あ？あ？え？嘘やん。ここに鍵出んの？え、これ地下関係ないの？これ。マジで酒が思いやられるな。これレベル1やろ多分。一番簡単なダンジョンでこれってお前。オッケー、ボスの鍵開けゴマ。わーお。お、端っこ崩れる床やな。うなにこれ、ハンバーガーみたいにできた。よそ者邪魔者。デグテール。デグテール。うわ、なんか出てきた。これケツちゃう。全然そうやな。うわ、あ、ちょっと待って、一応これ、ルンバみたい。汚すタイプのルンバや。ふっ。後ろじゃん。これ3回なんかな、ゼルダも。どうなんやろう。よーし。あと1回。何回。うわ、ちょっとこっち来い。あれ、おい、3回違う。最後ちゃん、これ。はいはいはい。ここ。まあ、まだまだ甘いな。俺を倒すにはもっと強いやつ出してもらわないと。ハートの器ゲット。これで4か。もうちょっと増やしたいね。うわ、バイオリンや。高そう。満月のバイオリンだ。ああ、かっこいいね。これ攻撃アイテムなんかな。おー、すごい。沼、花咲く沼に新たな道が続いている。
帰ってきた。いやーいい旅だった。あ、なんや、フクロウが導いてくれんのか。ほうほう、それこそセイレーンの楽器。やはり坊やは本物じゃ。度重なる無礼を許されん。その楽器は風の魚を起こす力を持っておる。楽器は全部で8つある。あ、そうなん、武器とかじゃないんだ。おお、北にあるゴポンガラ沼に行きなされ。北ですね、わかりました。はいはい、と言いますことでね、今回はこの辺で終了としたいなと思います。ちょっと尺的にね、第1話長くなったのか、まあはたまた短いのか、短いってことはないでしょうけどね。まあどれぐらいになってるかわからないですけど。あ、なんや、いや大変大変だよ。じゃあ終わる予定やねんで。よう入ってきたんだよ、急いでね。そうなんだよ、すぐそこの家に集まってさ。だからあのね、ワンワンのいる家でね、なんか、そうなんだよ。なるほどな、おっしゃ任せろ、次回の俺にな。